平野紫耀、戸部べ合流後の実家豪邸の変貌、多彩な表札と紫の滝が語る物語。読者の皆様、こんにちは。今回は、平野紫耀さんの新たなステップに注目し、その舞台となる実家の邸宅の驚くべき変化に迫ります。 戸部所属という新たな局面に身を置きながら、どのようにして彼の人生と家の物語が交差しているのか、ご一緒に探ってみましょう。今年の7月、日本のエンターテインメント界に衝撃が走りました。平野志耀さんが、滝沢秀明さんが主催する、戸部への合流を果たしたのです。その瞬間から、 彼の新たな一歩がファンや世間の注目を一心に浴びています。愛知県の中心部から車で15分ほどの完成な住宅街に、そびえ立つ3階建ての邸宅が存在します。その存在感はまさに圧倒的で、まるでこと世界への入り口のようです。邸宅の入り口には美しい滝が流れ、夜になると紫色の光で幻想的に焦らし出されます。 高い壁に囲まれた建物はまるで不思議な要塞のような印象を受けます。邸宅の入り口に掲げられた表札には興味深い事実が隠されています。その中には今年の7月7日に設立されたばかりの会社の表札が、それは元キングプリンスへの一員として知られる平野志洋さんが社長を務める会社のものです。他にも、 彼と共に金プリを脱退した神宮寺ゆ太さん、そして平野の弟でアパレル事業を手掛ける陸さんの表札も並んでいます。近隣住民の証言によれば、この邸宅はもともと平野さんの両親の住まいであり、地域でも知られた豪邸だそうです。しかし、最近になって大きな変化が現れました。 それはまさに平野さんがジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台である、とべ、絵と歩を進めたタイミングと重なっています。平野さんは今年の七夕に、とべ、への合流を発表しました。この重要なタイミングで、彼と神宮寺さんはそれぞれ個人会社を設立。同時に、平野さんの実家にも変化が現れ始めました。 彼自身が過去のあるインタビューで母親に喜んでほしいと語ったように、母親との絆は彼にとって大きな判断材料となっているようです。結論、平野志耀さんの人生が新たな局面へと進む一方で、彼の実家もまた変化を遂げています。豪邸の入り口に並ぶ多彩な表札は、彼の新たなビジョンと仲間たちとの結びつきを象徴しています。 また、滝の流れる紫色の幻想的な光景も、その物語を語りかけています。読者への挨拶、今回の記事では、平野志陽さんの新たな一歩と、その影響を受ける実家の邸宅に、スポットライトを当ててみました。彼の人生と家族の絆が、どのように交錯し、物語を紡いでいるのか、ご理解いただけたかと思います。今後の平野さんの活躍と、 彼の背後にあるストーリーにますます注目です。